どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日は ANA のね、キャンペーン紹介させていただきたいと思うんですけども、今週の特旅マイルキャンペーン、まあ皆さんねこのキャンペーン知ってるかと思うんですけども、ちょっとねもう予約が始まっていて、ちょっとね動画遅れてしまって申し訳ないんですけども、今週の特旅マイルキャンペーン、今回は、全部で13路線利用できます。13路線で、この特旅マイルキャンペーンっていうのは、まあ、前回ね動画にした、減額マイルキャンペーンとまあ同じようなもので、まあ、同じようなものって言ったらあれなんですけども、まあ、本来マイル数がかかる何マイルって決まってますよね。それが、ちょっと少ないマイルでね行くことができるというのがこのキャンペーンです。で今回はこれは国内版、しかも、対象期間はもう予約が開始していて、本当に今週来週の、18日までの利用となっておりますので、そこだけね気をつけてください。であと、恒例って言ったらあれなんですけども、もちろんこれもねインターネットのキャンペーンなんで、デスクで予約したら普通のマイルになってしまいますので、そこだけね注意してください。で、対象路線はですね、ちょっと13路線結構多いんで、ちょっとね写真を貼っておきますんで、そちらね確認していただけたらな。あと公式サイトもね、概要欄に貼っておきますんで、そちらね見ていただいて確認していただければなと思います。で特にね今回、個人的にはねすごくいいなと思った東京沖縄があるんですよね。東京沖縄、まあちょっと成田空港から沖縄往復になってしまうんですけども、本来ね東京沖縄って18,000マイル、あ片道9,000マイルかかるところが、なんとね片道6,000マイルなんで12,000マイルでね、往復することができます。で、もちろん旅行にもね使え、もちろんというか旅行にねぜひ使えますんでね、東京沖縄が12,000マイルで行ける、最高最高、うん、いいですよね。私も行きたいぐらいですね。で、今回のこの特旅マイルキャンペーンは、本来ね6,000マイルかかるところが3,000マイルで、本来、7,500マイルかかるところが4,500マイルで、9,000マイルかかるところが6,000マイルで、利用できるということなんで、もし、今週本当にこのキャンペーンは今週の特旅マイルなんで、もう予約が始まってて9月の17、8日までの間で、このキャンペーンが適用ということですので、ぜひね実は今週夏休みなんだみたいな人はね、今週来週にかけてね夏休みがあるとかね、ちょっと休みがあって、お金はないけど ANA マイルあるみたいな人はぜひね狙ってみてはいかがでしょうか。沖縄いいですね、ぜひ行ってみたいですね。この時期まだ全然海も入れると思いますんでね、ちょっと台風は怖いですけどね、でもいいですよね。この今回のねこの動画では ANA のね、特旅マイルキャンペーンね紹介させていただきました。この動画もね、今週の特旅マイルみたいな感じで今週ですので、またね来週再来週、どんどんねその週によって行く先往復のねそのチケットの行き先はね変わりますんで、ちょっとねこの動画もちょっと定期的に出していけたらなと思ってます。まあ結構ね毎週場所が変わるんで、まあねチェックするのもね結構ね面倒だったりしますんで、もしねこの動画でサクッと見れたらまあ楽なんじゃないかなと思ってこの動画作らせていただきました。まあちょっとね今回の動画はまあちょっとギュッと、短いんですけども、今回はね ANA マイルを使った特旅マイルキャンペーンね紹介させていただきました。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。